今日で4日目の朝を迎えたんですが、今日で朝起きたら見てください、2本かな、芽が出ております。ちょっと下の方にね、3本目のが出ようとしてるんですけど、ちょっとね、出てきて嬉しい。はい、そんな4日目でございます。どうも、愛知です。よつこの第2回かつ最終回でございます。まあね、感づくと思うんですけど、枯れちゃいました。ショック。あのですね、冒頭に映像出てると思うんですけど、芽が出たんですよ。出て、その後もちょっと順調にいってて、で、まあ少しね、こういい感じになってきたらまた次の動画撮ろうみたいな感じで思ってたんですけど、結構やっぱ暑くなるに従って弱ってしまって、でもちょっと盛り返してきて、あ、また弱ってっていうのを繰り返してたんですね。でもまあなんとか元気になってたんで、よしよしよしみたいな、こま行こうぜみたいな思ってたんですけど、親ってちょっと思ったんですよ、ある朝に。そして、あの、植物に詳しい知り合いにね、連絡して話をしたら、やっぱり暑さが厳しいと、でこの栽培キット自体は知らない人だったので、品種があるのかな、わかんないけど、それ詳しくわからないけど、多分状況的には厳しいと。例えば、冷房とかつけて温度管理をしてね、やったらいいかもしれないけど、でも遅かったの、ね、完全に俺のせいで枯らしたこのよつこね。そうで、例えば、まあ、言い方が悪いんですけど、最初に全く芽が出なかったら愛着も湧かなかったと思うんですね。でも芽が出てたんで結構愛着湧いてたんですよ。まあ、ひとまずこれからの時期はもっと暑くなるんで、リベンジはね、すぐにはできないんですけど、まあ、涼しくなってきた秋とかに四つ葉じゃなくても、なんか植物、例えば野菜とかさ、果物とかね難しいかな、わかんないけど、やってもいいかなと。だと、まあ、植物こうやって初めてやって枯らしたで終わってしまってるので、まあちょっとね、時期が経ちますけど、ぜひね、リベンジをしたいなと、四つ子の供養のためにもね、と思っております。あの、動画、いろんな動画のね、コメント欄で、よつこどうですかとか、ツイッターでね、書いてくれた方も多くて、なかなかね、ちょっと撮るの遅くなっちゃったんですよ。実はもうダメって完全になったのは結構前で、そう、でもどう撮ろうかなと思ったらこんな遅くなっちゃったんですが、ひとまずそんな感じでございます。すいません、本当すんごい企画倒れになってしまったのは完全に自分のせいなので、本当ね、1回目見ていただいて、楽しみにしていただいた方、本当にすいません。またね、ちょっとリベンジできたらと思ってますので、結構先になると思いますけど、もしよかったら、また何か始めたら、その時ね、ぜひ応援してもらえたらと思います。はい。ということで、最後までね、ご視聴いただき、本当にありがとうございました。